はい、こんにちは。今回はね、こちらです。スバルのレガシーツーリングワゴン。これも今では絶版になりまして、もう希少車になってね、懐かしいなと思う車でございます。で、こちらになりますかね。あ、これは平成10年1998年の9月に登場した3代目スバルレガシーなんですね。で、スバルブランドの主力車種として位置付けられたミドルサイズで買ったんですね。で、登場時のボディタイプは中心となるツーリングワゴンと先代の、グランドワゴンから名式を変更した SUV テストのランカスターという2タイプの設定で発売。6ヶ月後の12月にはフォードバスタンが追加され、新たな B4 の名式が与えられた。で、3代目ではレガシーを極める開発テーマに、先代まで確かな走行性能をさらに進化させつつ、内外装の質感や使い勝手を向上させ、グランドツーリングカーとしての完成度をより高めることを目指した。で、外見ではボディ各部の検識を一から見直したことや、フラッシュサービス化を図ったことで、ツーリングワゴンの数値は従来の 0.34 から 0.31 になり、ワゴンとして優れた高力性能を獲得している。またヘッドランプを大型化してフロントマスクの存在感を強めたほか、ロービームには HID ランプを採用、従来型で約2倍の明るさとなり、夜間の視野を大幅に向上させた。で、プラットフォームは基本的に2台目からキャリーオーバーとなるが、ホイールベースが延長され後部の足元空間が最大、選択も少々最大したことで前作とも快適性が高まっていた。で、ボディは無ナンバーサイズを基本とするが、ランカスターだけは全長 4720m、 前幅 1745m の3ナンバーサイズとなり、最低中央高は 200cm ほどしてアクロスの走行性が確保された。で、インテリアは各部の質感が向上、メーターパネルとエアコンスイッチなどが収まるインパネル用部にはドライバー側に少し傾けられており、操作性は優れたレイアウトでした。エンジン形こそ従来型を発揮したが、ボクサーフェイズ2に発展、シリンダーブロックやシリンダーヘッド、排気システムを改良し、実用性で努力を向上させた燃費性能や耐久性も高められた。で、日本の労働事情に合ったボディサイズで機能を熟練させたレガシーは多くのファンを獲得。発売から順調の影響を続け、平成15年、2003年5月に3ナンバーサイズの4代目へと、移転したという車ですね。で、販売期間が平成10年の6月から平成15年の5月まで。そして、車両型式が BH9、BHC、BH5、その他にもあったということで、生産台数が256,849台。結構売れた車でございましたね、この車ね。で、車両価格なんですが、一番お安い車で、TX、これが190万5000円でした。一番高いのものでも、ランカスター ADA 324万8000円でございました。さらにこれのランカスターっていうのも昔ありましてね。ランカスターってのは、ただでさえこれ馬力強くて力が強いんだけど、それをさらに4駆仕様にしましたって、ある意味意味が分かんないんだけども、ただですら4駆なんだけど、それをさらにもっと力強くしましたよみたいな、でも日本では売れませんでしたみたいな、そういう車がランカスターっていうのがありまして、それが出てたんですけど、今ランカスターは珍しいですね。もうこのレガシーはね、もう初代の時から爆発的に売れまして、これ3代目ですけどね、もうすごく売れたですよ、この3代目もね。かつてこれだったかな、これの先代か、黄色い、柄色のね、レガシーのツーリングワゴンになっていましたけど、レガシーっていうと、このワゴンっていうのをね、真っ先に思い浮かべるんじゃないかなっていうぐらいの、形というふうになっておりまして、なかなかレガシーっていう感じが出ててね、いいなというふうに思う、そういう車の中の時代ではあるかなというふうに思います。私結構このレガシー好きでしたね。で、内装もこういうふうに内装になっておりましてね、これが開けられるのかな、こうやって開けられてこういうふうになってます。ちょっと硬くなっておりましたけどね、こういうふうに閉めることができるということで、内装はね、まだこう当時はあんまり再現はされてなかったんですけど、外見はすごいですよね。で、こういう風になっててね、内装のこの後ろの部分とか特によく見事ですね。で、レガシーっていう感じでね、なかなか良かったですよ、レガシーね。初代のね、レガシーはダイハートに出てたね、ツルツルのおじさんね、ツルツルのアメリカのおじさんがね、
宣伝してましたけど、なかなか良かったですよ、レガシーね。で、私はレガシーっていうと、まあ、セダンタイプよりこのツーリングワゴンかなって、結局お前ワゴン好きなんかにね、まあ、そんな話なんですけど、結局あのワゴンが好きでしたね。セダンも好きなんですけど、なんかワゴンの方がなんかしっくりくるというかね、荷物をたくさん積みたいっていうね、まあ、そういうのからするとこれがいいのかなって感じです。まあ、でもこの頃のレガシーは唯一の聞きどころって燃費なんですよね。リッターがあんまり良くないんですよ。リッターが確か6か7ぐらいしかしないんですよ。それが唯一のね、泣きどころではあったんですけども。まあ、あのエンジンも素晴らしい音で、ブルル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 ルって、独特なエンジンの音なんでね、非常にいい車でございました。ね。というわけで、どうもありがとうございました。